いや、まあ、わかります。じゃあ、奥さんです。最初、お店のスタッフの方がご家族なのかなと思って。あ、よく言われます。そう、私が産んだんかってまあ、そうか、そう考えると変ですね。でも家族ってぐらい、なんかチームワークがいいって言われるから、なんか、その方がいいですね。みんな長い長いです。長いから。なんかマスクしてるから顔が似てたんですよ、ね。あ、そうなんです。私もたまに間違えるんです。なんかポニーテールが2人続くと、あって読んだら、あ、ごめん、違うわって。さっきの人と違うんですよ。もともとマスターのお父様がやっててみたいなところ。そうですよね。うん、これ2代目。2代目です。うん。音も、美味しかったです。そのまま聞こえない。はいはいはい、美味しいねっていう声がね、聞こえますよね。大きい声で返せました。怒られてもそのまま謝りに行けるから。何かあった奥で隠れてたら分かんないですよね、お客さんの顔とかも。うん、顔見ながらご飯入れるし。あー、よいしょ。お金の量とかも、ビールの量とかも、大盛りで。ドレッシングも美味しいって言うから、美味しいですよね。作り方を教えてって言われて、はい、作るお客さんも、いや、教えてもそんなに簡単にはできへんけどな。そうか、結局、できへんって何回も教えたけど、できへんって言われて、技術がだから、1本揚げたりとかして1本揚げたら1本揚げて、こんな感じで作ってって言ってお礼にお野菜くれたりとか、やってることはすごいシンプルなんだけどね。
それ何日分ぐらいなんですか？1週間分ぐらい。1週間分ぐらい。うん、いいときだ。もし行けると思うかな。出る量っていうのはなかなか予測がつかないですね。カキフライの時は、まあ、早いけど、カキフライ始まったら早いけど、今はいいです。今も終わってるから。もう何十年もずっと人気店。親父のやってる時も、親父、お父さんがやってる時も、うん、忙しかったり。全部見せるんや。大型犬って結構体力いりますよね。引っ張られすぎて、引っ張られすぎて足がおかしい。すごい、この人は体幹がしっかりしてるから。ああ。ぶれない。ぶれない。いや、よう引っ張られね。引っ張られて。引っ張られて何回かこけて。足の力がすごい。いい。鍛えられる。いっぱいこけて。これデミグラスソース。奥さんでも怒ったとこ見たことないですか？仕事は厳しい。あ、仕事は厳しい。そうそうですね。マスターだけじゃできないみたいなことじゃなくて、あ、マスターしかできない。加減とか硬さの加減とかの怖くて触れない。もっと硬く、もっと、こんなにたくさん具が入ってるっていうのもお客さん気づかないかもしれない。貴重です。気づいてもらえるように。あ、大きいですよね。切ってないけど、
仕事ですね。そうね、ここからは力がいい、ね、力がいい、ね、力使う仕事とかさ、そうそうそう、これがこれだけ一番大変な力いいね。押し込み大体終わりやね。あ、もうこれで。どこ、お手屋さんどこ行ったの？あの、ホワイトさんっていう作品を見つけましてですね。そこやな。そこすごいですね。ディープです。ディープなとこやよ。いいですね。主人ボートブで、はい、そこのバリバリでと。行ったらお帰りって言われて。ご夫婦と息子さんですよね。おかえり、まどおかえりなさい。いやもうないね、何でもし何も仕込みじゃないね。どうなんしようかな。なんですか、お店の特徴というかこだわりというか、うん、どういうところにこう気を使ってらっしゃるとかってありますか。うん、手作りとか、なんか温かい料理をとか、うん、いやもちろんそういうことないけど、あ、うん、あの、うん、あと雰囲気が雰囲気良くなるようにと。わかります。それはもうスタッフの方とか奥さんも朗らかというか、なんか温かい感じですよね、皆さん。楽しそうにしてた方が。そうそうそう。それ伝わってきます。外で並んでる時からそういうのは伝わります。あ、そうかな。こういうふうに並んでくださいみたいな。逆にやったら雑にしか伝わらない。ああ。合わせのマッシュポテト。マッシュポテト。はい。アイスクリームの。アイスクリームです。めっちゃ便利ですね、便利ですね、これ。みんなスプーンとかでやりますよね。こういうの。うん、そう、あの、こうやってなるんですね。私も習ったことあります。粉チーズ、パセリ。
50周年です。10年前ぐらい。もっと前や、もっと前や。鳥はそんなに出ないんだ。で、申し訳ないね。たくさん取ったり。いや前はよう出よってんけどな、ビーフカツが売れ出してから豚も柏もあんまり出へん。何でも売れるやつを一生懸命売ろうかなと俺がどうのこうの思うよりもう売れるやつが売れたらいいから。いやもうダントツビーフカツやねん。ダントツ、もう売り上げの7割8割がビーフカツやねん。奥様がいることで雰囲気が明るくなって、お店がさらに良くなったんじゃないですか。天性の。天性な。なんか。平日のランチタイムがメインじゃないですか。うん、土日とかはそのお休みされたり、まあ、仕込みだったりとかってことですか。うん、ずっと営業できないですもんね。夜はもう夜は無理、夜は要請、うんうん、でも10年前からぐらいから、ね、こういうスタイルん、うん、10年前までは夜もやってたんですか、うん、日曜日も、うん、その時は餃子の人雇って人雇ってね、あ、うん、雇ったんやけど、今はじゃあちょっとこうセーブしつつ、そうそう10年前に一回病気して、あ、うん、そうなん、うん、でそれから、うん、体が大事ですね、うんうん、無理したらあかん、ね、無理したらあかんですね。よくあるから。